皆さんお疲れ様です。皆さんお疲れ様です。時に、2021年8月から、ランクバトルはシリーズ10、シーズン21に突入しました。シリーズも2桁になったね。そのルールはなんと、ダイマックスなしで禁止級伝説ポケモンが1匹使用可能、というものです。また竜王戦ルールなんだ。ダイマなし竜王戦、なんて呼ばれたりもしますね。まあそんなルールですが、相変わらず不遇パでランクバトルに潜っていこうと思います。平常運転だね。剣盾もこれくらいしかやることないので。ということで、スーパーボール級、ランク7からのスタートです。また長い道のりになりそうだ。我々に効率的に勝つ、という手段は用意されていないので。そして初戦の相手とマッチングしたね。やはり伝説一番人気のザシアン入りパーティーですね。でもこっちはザマゼンタなんだ。フグーパで使える禁止級伝説ポケモンがこれしかいないものですから。そういえば、対戦中に相手がザシアンを選出してるか分かっちゃうバグ、修正されたみたいだね。らしいですね。竜王戦終わった後に修正されたから手遅れ感ありましたが、シーズン中に変えると混乱するだろうから先送りにしたのかな。それは置いといて、選出どうするの？悩ましいところですが、相手のザシアン、ファイアロー以外にうまく立ち回れそうなザマゼンタを先発にして、ザシアン対策のエビワラー、竜の舞を積めばザシアンにも勝てるフライボン、の3匹ですかね。ザマエビフライ構築、ってとこかな。美味しそうですね。今度作ってあげる？いらないです。では対戦開始。ああ、一番相手しづらい奴が来たね。素直に攻撃してくる方ならなんとかなりそうですけどね。お、まずはザマゼンタが先行。忘れられがちですがファイアローより早いですからね。うわぁ、でもおにぎされちゃった。まずい、おにぎ持ちファイアローは誰も勝てないかもしれません。あれ、最初から結構まずい感じ？まずい感じですね。初っ端から氷の牙で凍らせるお祈りです。ファイアロー重いね。別に人気でもないので未対策なんですよね。てかこれ羽休めまであったらいよいよ突破できないよ。正直降参も視野です。こんなところでつまずいちゃうのか。初戦ですし一応抗ってみますか。無駄な抵抗な気がするな。ほらね、無駄じゃないでしょ。初戦から犯罪やっちゃってるね。でもこれフレアドライブあったら溶けちゃうよね。フレアドライブはないことを祈りましょう。さあどうかな。よしよし、ないみたいですね。まさかの形勢逆転だね。あとは火傷したザマゼンタで少しずつ削っていくの？いや、ここはちょっとフライボンの起点にさせてもらいましょう。そっか、今回は竜の舞型フライボンだったね。ダイマックスで能力を上げられないので、竜の舞を積んで戦うのが得策かと思いましてね。参ればザシアンにも勝てます。フライボンはいつもダイマックスエースで使ってたもんね。今回はそれができないのでどうなることやら。さて、竜の舞積んだしファイアローを倒しますか。まずは一匹。この倒せない加減も平常運転だね。変わらぬ伝統ですからね。そういえばなんでロゼルの実持ってるの？これはザシアンのじゃれつくを半減で耐え、竜の舞を積んで、上から地震で倒す方なんですよね。フライボンでもロゼルの実あれば耐えられるんだ。ダメージ計算したら耐えられましたね。へえ。種族値的にもっと貧弱そうに見えるけどな。お、噂をすればザシアンが来ましたね。って、あれ？来た剣持ちじゃないザシアンだね。一体何持っているんでしょう。っていうか、このザシアンフェアリーターンタイプだから、地震で倒せないんじゃない？そうなんですよね。ロゼルの実があっても、スカーフなら次のターン相手先行で倒されますし、ハチマキならそもそも耐えられないです。あ、とりあえずスカーフではなさそうだね。となるとハチマキでしょうか。そしてこのダメージ、竜の前2回積んでいても倒せたか怪しいね。確かにそうですね。耐えてくれ、フライボン。ああ、ダメだったね。やはりハチマキ持ちですかね。お疲れフライボン。そしてここはザマゼンタで。それを見て相手は交換だね。やはりこだわっていたのでじゃれつくしか打てなかったんですかね。その説は濃厚っぽい。そして二毒院ですが、ザマゼンタで倒すか、エビワラーの攻撃で落とせる圏内まで削らないとですね。ザシアンにエビワラーの助けを温存しないと負けるもんね。そういうことです。でも火傷してるし、二毒院倒すの厳しいですね。これはまた氷を引くしかない？さすがにそこまでやったら大犯罪ですね。あーん、さすがにダメか。ちょっと期待したんですけどね。そして相手の攻撃は耐えられないか。盾の王も特殊方面はこんなもんです。あとはエビワラー頼りだね。そうですね、ここはとりあえず一撃で倒してもらわないと。ただし良くて同速なので、先行できるかかなり怪しいです。相手が素早さに努力値振ってないことに期待するしかないか。二度キングならまだしも、二度クイーンなら素早さ振らないと思うんですけどね。頑張ってエビワラー。
よかった、先制できました。そして一撃で、倒せるんですねこれが。いいねー、ナイスエビワラー。こうなればもう勝ちは確定と言っても過言じゃないです。このザシアンに勝つためのエビワラーだもんね。そう、殿下の宝刀、タスキカウンター型エビワラーです。ダイマックス禁止の影響で、他のポケモンにも刺さりやすいのがいいよね。そこはダイマックス禁止の利点ですね。ザシアンは命中安定のインファイト。エビワラーに瀕死のダメージを与えるには十分すぎるね。なんなら急所に当たりましたね。ハチマキ持ちならエビワラーに引きが軽く吹き飛ぶよ。タイプ不一致の当倍技でこの火力とはさすがザシアン。でもそのためのタスキカウンターだからね。うまいこと決まってよかったです。まあファイアローが凍らなかったら3立てされてたかもだけど。まあまあ、あれくらいやってちょうどいいハンデというものですよ。相変わらずのパーティーパワーのなさだね。勝ったけど先行きが不安です。さて、では2試合目です。おお、相手の伝説枠はミュウツーだね。ミュウツーはちょっと有利なポケモンがいないので困っちゃいますね。バイバニラのミラーコートは？バニラはミュウツーとアグノム以外全員に弱いのでちょっと厳しいですね。そういえば炎4倍弱点が3匹もいるね。そうですね、リザードン以外炎がよく通るので、炎技で攻めるのはありです。じゃあブースターと、炎のパンチがあるフライボンかな。そこにギリギリミュウツーと渡り合えそうなガマゼンタを入れた3匹で行きましょう。ギリギリどころか普通に打ち負けるよね。最悪また凍らせます。ただの運ゲーだ。では対戦開始。相手の初手はモスノウだね。そしてこちらの初手に注目。赤し持ちの色違いブースター。試しに厳選したら出ちゃいました。すごい低確率なんじゃないのこれ。気分系の証と色違いなら 0.002% くらいらしいですね。やば。厳選の様子は録画してなかったの？コメダコーヒーとかで厳選してたので録画してないです。もったいない。ほら、このいかつさに恐れをなして退散していきましたよ。相性の問題でしょ。手に移っちゃったよ。いや、これはフレアドライブが無償で入るのでむしろラッキーです。A 特化ブースターのフレアドライブはガブリアスの激凛と同等の火力ですよ。おお、半分入ったね。よし、半分入れば倒したも同然です。でもスカーフでもミュウツーは抜けないはずぜ。そんな問題をクリアするのが今回のブースター。なるほど、こらえるイヴァンの味方ブースターだね。その通り、ミュウツーが自身を採用しているのは予想外でしたが、これなら素早さの問題は解決できます。禁止中電鉄ポケモンってなぜか先制技持ちが少ないから、このコンボは有効だよね。そうなんですよね、ミュウツーは夢特性が緊張感なのでそっちならイヴァンの実が発動できませんが、今回はプレッシャーだったのが幸いですね。これでミュウツー撃破、これは大きいね。いい場面で相手が交代してくれたので助かりましたね。まあ反動でブースターも倒れますが。ほんと、炎版インファイトが欲しくなるね。それか火炎ボールが欲しいです。そして相手の3匹目は雪の王だったので、これはザマゼンタでモスノウモロとも倒せそうですね。巨獣弾撃ってれば勝てそうだね。なんだかザマゼンタが頼りに見える。攻撃種族値130、素早さ種族値128で、耐久が高い格闘鋼タイプ。ってだけ言えばかなり強そうなんですよね。確かに、伝説込みでも強そうに聞こえる。やっぱり習得技ですよね。ボディプレス、ビルドアップあたりがあればもっと強かったのに。ほんとそれ。雪の沖合のタスキだね。特に問題なく絶対レイド。なかなか怖い技使ってきますね。相手的には追い込まれてるし、あるなら打ってくるよね。そして雪の王は氷の粒手打って退場ですか。地味に絶対レイドが当たってたら、フライボンが氷の粒手で倒されてたかもしれないから、ちょっと負ける可能性あったね。意外と危ない戦いでしたね。ミュウツー無対策で勝てたなら上出来でしょ。そうですね、ブースターのコライバが決まってよかった。まあまだモスノウいるんだけど。気合のタスキはもうないし、さすがに負ける道理はないはず。相手はさすがに降参だね。よしよし、これで2連勝。ダイマックスなし環境、意外といける？運が良ければ。だよねー。